俺たちをチートと知ってのことか。ありがとう、生き返ったよ。でも大丈夫か、こんなことをして。俺はケンシロウ、お前は。こいつは耳は聞こえるけど喋れねえんだ。まあもっとも無理はねえけど、親兄弟を野党に目の前で殺されちまったんだ。身寄りがない上、村では厄介者扱いだよ。生まれてこなかった方が良かったんだ。辛いか。おい、何のまねだよ。あとは彼女の心次第だ。心の叫びが言葉を誘う。長老が変えられた。調べろ。ジードの一味だったら体のどこかにジードの入れ墨があるはずだ。オクト七星、死を司る星。不吉な奥と現れるところ、乱あり。大変だ。ジードのやつらが。凛も来い。お前も戦うんだ。あいつ完全にお前に惚れちまったぜ。てめえが殺されると分かってっから鍵を置いていけやがった。相手はジードだ。奴らは女子供だろうが容赦なくみんな殺した。あれ、くそ。その子を離す。ヤクルト剣。貴様の剣などカオラも聞かんわ。前は死んでいる。すげえ。天使郎、久しぶりだな。貴様に会うために地獄の底から這い戻った。わざわざ殺されるためにか。ユリアを知りたいか。豚を飼っているのか。お前ごときでは俺の相手には不足すぎるのでな。確かに貴様の執念を見た。ならばその執念のもとを立ってやる。ユリオ、美しい死に顔じゃないか。俺を倒してもユリアはもういない。これで貴様の執念も目的も半減したというわけだ。貴様は殺す。あなたとの約束を守れなかった。なぜユリアー、最後までユリアの心をつかむことができなかった。ユリアの中にはいつでもお前がいたからだ。こんな町も富も名声も権力も虚しいだけだった。俺が欲しかったものはたった一つ。ユリアだ。どうやらここまでのようだな。俺はお前の拳法では死なん。俺はさらばだ剣士よ。なぜそんな男に墓を作ってやるんだよ。同じ女を愛した男だから。私も戦う。クルナリか、神は俺を見捨てなかった。バカなやつだ。情けは能力を削減する。大丈夫だ。それだけのダメージを受けては戦えまい。今度こそとどめを刺してやるわ。そうかな。いてすでに俺は貴様の飛行同盟をついている。暗闇に怯えるな。ほっ、解骨剣。貴様ほどの力があったら何でも可能。それをこんなことに後悔せんのか。ごめんなさい。後悔するはずはない。待てアメ。お、こいつはすげえ美人じゃねえか。お前たち食料は持っているのかい？いい子にしてたらたんまりやるぜ。そうかい。ではそいつをいただくとするか。男、ちょっと助走すりゃ貴様らのようなウジ虫どもが飛びついてきやがる。やろう、ふざけやがって。やっちまえ。相手はたった一人でぶち殺せや。あの拳法は南都水拳一派の南都水上拳。時は水面に浮かぶ水鳥のように優雅華麗だが、その剣の威力は比類なき残虐非道の必殺剣。おい、胸に7つの傷を持つ男を知らんか。知らん。そうでは用はない。貴様の食料は俺が始末してやる。胸に7つの傷の男、やつを見つけ殺すまでは、たとえ泥をすすってでも俺は生き延びる。この村ですじゃ。花は好き？私は間宮。あなたは？凛です。ユリアが生き返るはずはない。しかしそれにしてもお見事。どうやら腕の方は用心棒として合格のようね。まあ来てすぐ地獄行きにならないようにね。今のはお前の女か。もし貴様の女だったら他人に取られんようにすることだな。俺の名はレイ。覚えておくがいい。長老、もう一人助っ人が見つかりましたよ。ケン、あの人の目は人を助けるような人の目じゃない。俺もそう思うぜケン。あの面、ダイラクトの面だ。分かっている。入ったぞ。あの男今うまいこと村に入った。よーし、攻撃準備。まさか自分たちの用心棒がこっちの味方とは思うまい。こんなに水が髪を洗えるほど。そうよ。この豊かな湧き水のおかげでこの村は自給自足ができるようになったのよ。どういうつもり？出てってよ。人を呼ぶわよ。呼ぶがいい。来た人間が死ぬだけだ。いい女だ。野党にくれてやるには惜しい。野党がもう動きやがったか。今のあの人の目、間宮さんを見た目は剣と同じ優しい目だった。なぜ？人より二人の方が仕事が早い。それに騎馬一族はただの野党ではない。どんな手を打ってくるかわからんからな。私も行きます。あなたたちがどう思おうと私は村の責任者。最後まで見届ける義務が。それにあなたたちが逃げ出さないとも限らない。ついていきます。死ぬぞ。構いません。アイリー、生きていたのか。つけれ。これ以上近づくな。彼女は奴らの手の中にある。離せ。レイ、落ち着いて。アイリー、俺だ。また新しいご主人様ですね。私は決して逃げたりはいたしません。俺がわからないのか。彼女は完全に心を閉ざしてしまっている。アイリー、これを見ろ。兄さん、本当に兄さんなの。アイリー、そうだ、俺だ。生きて兄さんに会えるのだったら目を塞ぐのではなかった。兄さん、どこなの。抱きしめて、私を抱きしめて。今助けてやるぞ。お前の可愛い妹はわしの手の中だ。これからわしと同じ思いを味わわせてやる。貴様、動くな。お前にはどうすることもできん。そこでわめいているだけだ。踏み込みが甘いぞ、レイ。何をもたもたしておる、なんとの男。貴様、妹の命が惜しくないのか。やはり剣。貴様が死ぬしかない。やめて。奥義を尽くさねばこの俺は倒せんぞ。その構えは北斗神拳秘伝の正極輪。この構えの持つ意味は貴様も知っていよう。なんだ、なんと小波竜北斗遊撃庫。よく見ておけ。あれはどちらも捨て身の構え。次の瞬間に勝負が決まる。の勝負、わしの切り札の方が強かったようだな。おい息子たちよ、今こそこやつらを切り刻んで一族の恨みを晴らしてやる。息子たちよ、次はこの女どもを殺せ。やるな化け物、おめおめとお前たちに殺され。敵を欺き活路を開くのも我らが憲法の恩義。政局人の構えは互いの飛行をつき、一時的に仮死状態になることの合図だったのだ。貴様は最初からジョーカーを引いていた。お前はすでに死に始める。確実な死は5秒後、念仏でも唱える。殺してやる。断山鷹山伯、待て、こっち来い。助けて。おいお前、俺の名を言ってみろ。なんだてめえ、なんぞ知るか、バカか。そうか。なんだ、体が動かねえ。もう一度だけチャンスをやろう。俺の名を言ってみろ。知ってるのも。おお、それでは俺の名前を言ってみろ。ああ、そんな、殺さないでくれ。着物小せえ野郎だ。あんた、妹を助けてくれたのか、ありがとう。何を勘違いしている。この女は俺がもらった。胸に7つの傷、ジャッカルや騎馬一族を滅ぼしたという。そうや、このお方が一宗伝の北斗神拳唯一の伝承者、ケンシロウ様だ。これは幼い兄弟の分。最後にこれは貴様によって全てを失った俺を、この俺の怒りだ。引き裂く。さすがだな北斗神拳、褒めてやる。しかしカサンドラ伝説、出現をついて貴様の足は意志とは無関係に後ろにせず、地獄まで自分の足で歩いていけ。この先は確か俺が死んだの時の居場所がわからんぞ。安心して落ちろ。貴様らに殺される時ではない。なぜ俺がこんな目に。天才のこの俺がなぜ俺バラバー遅かったようかな。ケンシロウはもう来ている。壁が早時を殺すしかないわ。痛みを知らずに安らかに死ぬがよい。飛行県政の北斗神拳、右上破眼拳。初期の北斗神拳にかかった者は知るまぎも天国を感じる。いい気持ちだ。すごい。これが時という男。これが北斗神拳。剣王とやらがこの二人の再会を恐れていたわけが分かった。痩せたな時。だがまだ生きている。私の体では旅を続けることはできん。だからあえて囚われの身になって待っていた。以降お前に見せるものがある。貴様がレイか。なんと水長剣、楽しませてもらった。ならば貴様にも俺の真髄を教えてやろう。ねえやめて、その人と戦っちゃダメ。心配するな。俺は戦うことでしか剣やお前に借りを返せない男だ。一つだけ聞こう。北斗七星の横にある星を貴様は見たことはあるか。ある。そうか。貴様は俺と戦う運命にあったらしい。何？降りるのか。もはやこの俺を対等の地に立たせる男はおらぬ。ならば馬ごと死なない。何？ラオウは手綱を握ったまま動いていないだと。貴様が見たものは俺の闘気オーラだ。貴様はこの俺に近づくこともできんのだ。ならば余計に貴様をここで倒しておかねばならん。なんと究極奥義断固総裁剣愚かな神はすでに貴様に死を与えていたのだ。うわその甘い性格でよくぞ今日まで生き延びてきた。それだけは褒めてやろう。だが情に流される者はいずれ必ずこういう運命をたどる。レイ、なぜ俺を待たなかった？あのレイでさえ触れることができずにあの男はダメだ。この顔が死にゆく者の顔に見えるか？大丈夫だレイ。貴様にも聞こう。北斗七星の脇に輝く星を見たことがあるか？ない。それがどうした？ではまだ俺と戦う時ではないということだ。おい、どこへ行く？貴様とはここでケリをつける。図に乗るなケンシロウ。この地、俺は今日までこの地を闘志に変えて生きてきた。貴様のオーラは俺の血が破る。静まれ国王。よかろう。国王をオーラだけでここまで怯えさせた男、望み通り相手をしてやるわ。貴様の成長とくと見せてみよう。死をもって見届けるがいい。ズーヤ北斗七星キングダム、言ったはずだ。俺は昔のケンシロウではない。馬から降りるがいい。愚か者が。貴様、命を助けられたのがまだわからんのか？強い。ああ、なんてやつだ。時の動きを封じるために自分の足ごと貫いた。マミヤ、時の飛行幕を破ったのか？ケンシロウ。破ったのは俺の肉体ではない。あくまでも人間として生きる汚れなき心が飛行を破ったのだ。ラオウ、貴様が握るのは天ではなく創世だ。ケンシロウ、貴様ごときに打ち倒される剣王ではないわ。この地を北斗神拳1800年の終焉の地としてくれるわ。強くなったな。昔のラオウだったら倒せていたものを。そうか、俺は気を失って。間宮は外だ。これ以上お前が苦しむのを見ておれぬのだろう。俺はこのまま死んでいくのか。いや、まだ方法はある。ある飛行をつくことで少しだけ命を伸ばすことができる。しかしその飛行をつけば全身を襲う激痛は今の数倍になる。その苦痛から今すぐ逃れる方法もある。間宮さんから託された薬、死だ。選ぶがよい。時、お前たちには分かっているはずだ。俺がどっちを選ぶかは。始める前にこれを渡しておこう。苦痛に耐えられぬ時のみだ。ラオウがついた飛行神結集に対応する飛行は一つ、神霊台。間宮さんがユダに捕らえられています。なんと水長剣奥義。小白霊。深く。またしても俺は貴様の剣に一瞬魂を奪われてしまった。だがこんな死に方はせん。ユダ、俺はずっと幻影を追っていた。お前を、そして美しいなんと水長剣の舞を。だが最後の最後で幻影を突き放すことができなかった。それが俺の弱さだから、俺は間宮にも何もできなかった。俺が心から美しいと認めてしまったもの、その前で俺は無力になる。ユダ、レイ、俺がただ一人この世で認めた男、せめてその胸の中で。さらばだ。なんと六聖剣伝承者、妖精の湯だ。レイとうとう最後の時が来たらしい。いいか、市長生が頭上に落ちる日まで精一杯生きろ。たとえ一瞬でもいい、女として生きろ。女の幸福を求めるのだ。来るな、来てはならぬ。俺はお前にだけは俺の砕けていく無様な死に方を見せたくない。幸せにな。トキ、世話になった。ケン、生き続けろ。死ぬなよ。今の時代、お前が必要なんだ。涙を笑顔に変えるために。兄さん。アイリよ、先に行く兄さんを許せ。さらばだ。さらばだ。レイ、忘れはせぬ。お前もまた良きともシンと同じく俺の中で生き続ける。レイ、どうした間宮さん。星が、あの星が見えない。市長生が消えた。聖帝サンサー様がお通りになるぞ。おお、でかくなったな小僧。お前の行進もここで行き止まりだ。チュー、今行くぞ。来るな。これでない。私はこの聖碑を積まねばならぬ。この石は100人の人質の命、そしてなんと六聖剣の乱れを防ぐことのできなかった私の痛み。この石を抱えたままこの場で死ねというのか。いいだろうサウザー、知っていった六世のためにせめて聖碑を積もう。だがこの聖帝十字領はいずれ崩れ去る。北斗神拳伝承者の手によって。積んだだけでは完成せぬ。なんとの血が漆喰となってこそ十字領はより堅固なものとなるのだ。金曜、どうやら私の命もここまで。一目見たかった。お前の成長した姿を。とどめだ。叶えてくれた。我が息子芝の面影が見える。行けケンシロウ、そして時代を開け。私はいつもお前を見ているぞ。俺の中で生きよ、人生の終。サウザー、貴様の髪の毛一本もこの世には残さぬ。うん、その遠吠えが貴様の遺言となる。シュウ様、このガキを。周への思いがこんなガキすら狂わす。愛ゆえに人は苦しまねばならぬ。愛ゆえに人は悲しまねばならぬ。死ねケンシロウ。次は誰だ。トキかラオウか。おごるなサウザ。貴様の体の謎はトキが知っておるわ。来るな、手を借りにトキ。もしや飛行を。サウザー。の鼓動と血の流れが俺に謎を解かせた。何をたわごと終わったー。心臓の位置も逆、そして飛行の位置も表裏逆、それがお前の謎だ。さすがに北斗神拳伝承者だな、ケンシロウ。ならばこちらも南都極西の剣の伝承者として奥義を尽くさねばなるまい。なんと鳳凰拳奥義天正十字砲。帝王の剣なんと鳳凰拳に構えはない。敵は全て下郎だが、対等の敵が現れた時、帝王自らが京を捨てて立ち向かわなければならぬ。すなわち天正十字砲、帝王の誇りをかけた不敗の剣。ならばその礼に応えてやろう。天乱れた時天をも破ると言われる北斗神拳究極の秘容儀。互いに剣の秘容儀を出した。あとは二人の能力が勝敗を分けるのみ。行くぞケンシロウ、天空に極性は二つはいらぬ。すでに飛ばず、貴様は翼をも逃れたのだ。そうか、鎧も離れ翼まで逃れたというわけか。だが俺は聖帝サウザー、なんと六星の帝王。光る飛びぬ帰り見ぬ最後にお前に聞きたいことがある。愛や情は悲しみしか生まぬ。なのになぜ悲しみや苦しみを背負おうとする。悲しみや苦しみだけではない。お前もぬくもりを覚えているはずだ。お前の命はもはやこれまで。一番死にたいところで死ぬがいい。北斗神拳伝承者、俺が叶う相手ではなかった。見て、聖帝の顔。顔から剣が取れて子供のように。おじさん、昔のようにもう一度ぬくもりを。悲しい男よ、誰よりも愛深きゆえに。あら十字領の頂から口が。どこへ？再び天へ。時貴様とも戦うことになろう。二人の敵、貴様とケンシロウを倒さぬ限り天は握れぬ。また会おう。はっ！時、お前には分かっていたはずだ。偽りの業の剣では俺は倒せぬと。だがお前はあえて業の剣を選んだ。あくまでもこの兄に近づかんがために、死を覚悟してなおかつまだこのラオウを目指そうとした悲しき心がこの俺の枯れた涙を呼び戻した。もはや悔いはない。宿命の幕を閉じよう。さらば我が生涯最強の敵、さらば我が最愛の弟、これが貴様が目指した兄ラオウの剣だ。剣王を目指した男、時は死んだ。ここにいるのはただの病と戦う男、時。泣きたくば泣くがゆえ、もう攻めはせぬ。体をいとえよ、時。剣王恐怖の伝説は今より始まる。この命奪いたくばいつでも来るがいい。はっ！貴様にこの村は似合わぬ。この俺がもらい受ける。龍が剣王様が消息を絶った後、火の速さで剣王様の行村を奪い取った男、殺してやるわ。なんだ寒い。これは泰山天狼剣。その剣はあまりにも早く、流血の間もなく闘気さえ感じさせるという。北斗神拳伝承者ケンシロウだ。一度会いたいと思う。これだけの闘気を持つ男だ。お前で2人目だ。どうです上玉ばかりでしょう。これだけかっさるいのには苦労しましたよ。うん、雨か。ガマガエルにかけちまったようだな。女はこの銃座がもらう。銃座女だけじゃねえ。この男が通った後は草一本残っちゃいねえという。おお、分かってるじゃねえか。だが一つ忘れてるぜ。稀に見る美男子ってことをな。このまま地面に叩き伏せてくれるわ。ああ、じっとしていればよいものを。甘いのまだ手向かうやつはいるか。いやいや、どうぞどうぞ。最高だ。あとひとひねりで貴様の腕は砕け折れる。中佐、ウヌは剣王の力を見誤った。剣王の肉体は砕けぬ、折れぬ、朽ちぬ。飛行開夜門店長、もはや意志とは関係なく貴様は口を割る。さあ答えを十座、ショートは誰か。誰が逆らおうとすればその肉体は猛根に至るまで血を噴き出して崩壊する。いや、そうだ、言ってしまえ十座。石で動く。ざまあ見たか、ラオウ。俺は最後の最後まで雲の十座。敵ながら見事であった十座。ここに葬ってやろうというのか。攻めはせぬ。この剣王以外、ウヌが唯一その背を許した男の死。その気持ちもわかる。雲の十座の霊、丁重に葬れ。十座よ、うぬが語らずともその凄絶な死が俺にショウの正体を悟らせてくれたわ。走れ国王、ショウのもとへ、はや！ユリアが生きていた。ケン、あなたとの約束を守れなかった。それほどにこの俺を。ユリア、死ぬな。奇跡か。傷一つ負ってはおらぬ。我らがお助けいたしました。お前たちもユリア様に仕えるなんと五社星の一星、海のリア、山の不動、ユリア様をお迎えに参りました。なんと正統血統として死すべき時までユリア様を守護するのが我らの務め。ならばこの神が守り抜いてみせるわ。いえ、恐怖の暴挙性が近づいております。ラオウが。神様、ラオウの性格は知っているはず。ユリア様の心が開かねば無言のもとに殺しましょう。早く行け。ユリアが死んだとなればラオウもうまい。神様、 あなたはあえてユリア殺しの悪名を。生かせ。いずれ俺かケンシロウどちらかが再びユリアの前に。その時まで決して死なすでないぞ。流れている。この動きは時己北斗交渉派。うわ、これは例の剣。すでに奴の肉体は二度砕けているはず。なんという悲しい目だ。あ、まさかこれが龍拳が最後に言った北斗神拳究極王に無双転生。俺の中に長兄ラオウへの思い、ユリアへの思いが生きている。天地を砕く豪剣もこの一握りの心を砕くことはできぬ。お前の強さは愛を捨てた者と心に愛を刻みつけた者との違いと。ラオウ、もう言ってもいいはずだ。あなたも愛は捨ててはいない。その心に愛を刻みつけたのだと。言えぬ。それだけは死んでも言えぬ。愛を帯びるなど我が剣には恥辱。見せようぞ世紀末覇者ラオウの死にざまを。ケンシロウ、貴様と俺は全てにおいて五分のはず。すでに見切っておったか。我が剣にはもはやお前を砕く力など残っておらぬことを。今こそ悟った。お前は熾烈なる友との戦いの中で生と死の狭間を見切ったのだと。友か。俺には友と呼べる男は時しかいなかった。見事だ弟よ。と執念は持とう。残る余生、ケンシロウと二人静かに幸せに暮らせ。さらばだケンシロウ、俺もまた天へ、トウキのもとへ帰ろう。このラオウ、天へ帰るに人の手は借りぬ。我が生涯に一片の悔いなし。この暴力の荒野を恐怖によって統治するより術はなかった。しかし恐怖による統治に真の安らぎはありません。統一を果たしたラオウは自分が愛を持つ者に倒され取って代わられることを願っていたのだ。私にはそんな気がしてなりません。ラオウよ、時と共に眠れ。俺はあなたの生き様を胸に、北斗神拳伝承者として生きていこう。来たぞ、あの囚人護送車を襲う。行こうリン、彼らを解放する。バット。正規兵の中を眉一つ動かさず。貴様、どこから来た？北よりお前たちに死を告げるために。マスクのエリアもザクのエリアもやられた。次はここに来るぞ。閉めろ、英文を閉めるんだ。もう来たのか。ほら、道を開けろ。死刑隊に用がある。お前たちほどの兄弟を倒した男とは。全軍退避、シティを捨てろ。勢いに乗ったバットの反乱軍は止められるわ。シティの長官はどこへ行く気だ。天帝はお怒りだ。恐るべき拳法を使う帝都の将軍、金色家のファルコ。この下から聞こえてくるわ。そんなはずは。大丈夫か、リー。私がもう一人。この岩盤をぶち抜いて地下水を噴き出させ、お前らを脱出させる。そんな道具もないのにどうやって。こいつよ、この拳でぶち抜けねえものはねえ。ダメだ、今のお前の体ではそれ以上無理をしたら。頼むぜ、我が愛しのげんこつよ。大丈夫だ、リン。下がってろ。俺みてえな一回の賞金稼ぎの命でも役に立てば、アスカとの約束も果たせるってもんだ。なぜ砕けぬ。俺の命じゃ不服か。クソだね。天帝ロイと巻き添えにネズミもあの世へ送ってやったわ。次は貴様らが死ぬのだ。はっしゃー、よーい。いやー、なんだ。おいうわー。ゲンバルト、天帝は無事だ。敵はジャコウだけだ。はい、お前にはアスカを見守ってやる仕事が残ってるだろう。俺はお前がいるから何も心配してねえ。これのために死ぬってのはなかなかのもんだぜ。少しかっこよすぎるな。バカ野郎、てめえかっこよすぎるよ。泣いてもいいのよ、思いっきり泣いても。ううん、私泣かない。私が泣いたらパパ眠れない。アインはきっとこの子が寝つくまでは眠らない父親だったのでしょうね。これパパの。きっと喜ぶと思うから。アイン、約束しよう。お前の死は決して無駄にはしない。ジャス君、竜、連れ去られた修羅の花嫁として追うがいい。追って死ぬのだファルコ。僕とゲンと共にこの地で果てるのだ。ゲント効果同行星人。この夕日が沈む頃、玄と光剣は俺と共についえる。無念だ。目がかすむ。剣、ミュウが俺の子を。これで玄都光剣は滅びる。お前の子がきっと立派な伝承者となろう。ああ。これを旗の筒に。頼んだぞ。我が魂を。ミュウのもとへ。ファルコ。北斗神拳。そうか、あんたも北斗一派の剣を使うのか。北斗に歯はない。北斗を冠した剣は北斗神拳のみ。いや、俺は知っている。北斗の名を冠した剣法を使うすごい修羅をな。凛という女を探している。知らぬか。知らんな。お前は北斗神拳を知っているか。やはりな。するとお前の名は凛。まさかあなたはケンシロウを。俺は愚者の仮面をかぶりこの日を待ち続けていた。お前のような切り札を併せ持つ好機をな。あなたはこの国の人ではないですね。その通り。奴は強い。これから多くの修羅を倒すだろう。奴の出現でこの国は大きく揺れる。だが奴は血を巻く赤きハリケーン。いつか修羅どもと共に消え去るのみ。その後はもう一つの北斗が輝く。極し、どうした？この俺に隙あらば、いつ喉をかき切ってもよいのだぞ。ハン様、あなたはそうやって何人の修羅を殺してきたのですか？100人から先は覚えていない。ハン様、ボロが女を献上したいと来ております。ボロを装って俺に近づくと考えたな。北斗龍拳のシャチ、貴様の首をもらいに来たぜ。貴様の剣はまだ見えぬ。貴様にこの女をくれてやる。その女がいずれ貴様に死を呼ぶことになろう。どういうこと？もうすぐあなたが倒されるということでしょう。そうか、この無敵不敗の北斗龍拳の版画か。しかし嘘とは言っても興味深い女よ。貴様のような強い目をした女は初めて見た。その女の言葉に嘘はない。チェックメイトだ。お前には命を投げるしか他に手はない。本列天正本列、その剣はまさにラオウの。こんな技を使えるのはただ一人。あの男は恐怖の顔ラオウ。たとえよ。安らかに眠るがいい。お前の仇はこの豹が必ず。我が敵はケンシロウ。俺はついている。貴様はまだ封印を解かれておらぬかも言え。今戦ってはダメ。脆い剣だ。こんな男に葬られたとあってはラオウも死にきれまい。体中の骨を砕いてくれるわ。おお、なるほど。これが北斗神拳無双転生。さすがだケンシロウ。究極奥義でなくてはこの海王を倒せぬと踏んだか。誰にも俺の実態は捉えられる。無より転じて生を開く。それが北斗神拳究極奥義無双転生。ならばその無を破壊してくれよ。またしても貴様は自分の闘気を抑えることができぬようだな。そこだ！なんという弱さだ。これが北斗神拳の伝承者だとは。愚か。この国の者どもはラオウ伝説を信じ北斗神拳の救世主を待ち続ける。だが救世主はここにいる。俺こそがまさにこの世の救世主なのだ。北斗神拳の血などこの世に一滴も残さぬわ。己海王死ぬがいいシャチ仁義神。この海王が最も嫌うものを持つ者どもよ。殺させぬ。この男だけは命にかけて殺させぬ。愚か者め、貴様ごとき素手で殴り下ろしてくれる。その勇気に免じて渾身の馬頭気を込めてケンシロウと共に地獄へ送ってくれよ。何、海王の馬頭気が消えた。これは幻影か。うわっ、息が詰まる。馬頭気の行き場を失って体内へ。我が馬頭気ケンシロウに起こしたというのか。これが北斗宗家の血だ。神髄は極限の怒りと悲しみと聞く。その神髄が馬頭気を怯えさせた。動けずしてなお魂で戦い続ける男。今こそ俺は確信した。俺はこの男を待つためにこの国で恋をしこの国にとどまっていたのだと。ラセーデ、北斗龍拳を伝承しながら北斗神拳の影に隠れ世に出ることもなくこの地に果てていった男たちの墓碑か。その男どもの怨念、北斗神拳への恨みが容器となって羅生殿を押し包んでいる。ケンシロウの最後を飾るには格好の場所というわけだ。貴様がケンシロウか。評価だ。実の兄弟の抱擁すべき再会が生死をかけた戦いの場に。お待ちしておりました、ケンシロウ様。私は黒屋氏、北斗宗家ケンシロウ様の永遠の従者として生誕時より使わされたもの。今日に記憶が戻らなかった以上、もはや取る手立ては一つ。魔界に入りし北斗宗家の地を断つのが私の役目、そして重慶様との盟約。小賢しいわ。暗流天下の及ぶ範囲は狭い。故に空間を乱れ飛び実体を滅し、敵を再破する我が秘剣には向こうの奥義よ。おのれよくぞ優勝セーブ。まだ最後油断したな。マントを投げた時、俺の周りにすでに次回出しを張り巡らしておいたわ。おお、黒い暗流天波。1109ある計略箱、せめてついてくれるわ。なぜ暗流天波の中で豹の腕をつかむこと。もはや北斗龍拳は俺の敵ではない。豹、お前の命と引き換え、その意味を教えてやろう。これでいいのだ、シャチよ。あの顔はまさか記憶がよみがえったのか。豹、いつから記憶が。俺の中に悲しみがはじけた時、馬頭鬼が消し取り泣き悲しむ闘神のオーラが現れた時に記憶が。ケンシロウ、一つだけ聞かせてくれ。お前はさやかという女をその手に。いや、初めて耳にする名だ。俺はつくづく愚かな男だ。また海王に踊らされていたとは。ケンシロウ、俺の記憶を奪ったのは重慶ではない海王なのだ。海王が記憶を。海王は愛を愚かと笑う。だがシャチを見よ。愚かな愛がシャチを突き動かし、ケンシロウを救ったのだ。俺はそんな愛に、愚かなほどの愛に生きたことを後悔しない。ケンシロウ、俺はお前が帰ってくるのを待っていた。兄さん。今日か。大丈夫だシャチよ、お前の一辺の情が俺の地名の箱を外させたようだ。俺はまだ死なん。ケンシロウの封印を解くまではな。俺を呼び寄せていた声が、この女人像が俺を。では漂の言う封印を解く鍵はここに。ケン、何か文字のようなものが刻まれているわ。これが封印を解く正当か。ケン、そこに記された文字を解読する力はお前にだけ隠されている。飛行四方輪をつくがいい。その時その力は意識の底より湧き入れ。オウムパシラマヌパラヤパシラ二度目パワッサルバサルバカルマチッターム。お前はそこで一人の男の生涯を瞬時に体験するだろう。ケイン、その男と共に人の世の限りなき悲しみに涙するがいい。そして天をつく怒りに身を震わせるのだ。そして最後、その男の大いなる遺言を伝承するのだ。その石柱には一体何が。北斗神拳創始者の清絶なる将、そして大いなる遺言が刻まれていた。では北斗宗家の封印はついに。どうやら海王の居場所を指し示しているようだな。シャチ、俺のなすべきことはすでに見えた。お前の死は決して無駄にはせん。剣闘遮断。一撃だけの力を。たとえ天地逆となっても己の道は変えねえ。お前もまさしく友だった。教えてくれ。もし俺が北斗神拳を身につけていたら。俺がこの場に倒れていたかもしれぬ。やはり俺が破れていただろう。俺は敗者に情けはかけぬ。もっと早くお前と出会っていたなら、俺は俺の宿命に素直に。取り返しのつかないことをしてしまった。一つは銀。今生きているぞ。あっと氷海王、俺はお前にやり残したことがある。よくぞ来た。さあヒョウ、お前の剣でこの俺にとどめを刺すがよい。バカ野郎、そんな剣でこの海王が死ぬか。お前には話しても晴れぬ恨みがあろうが。月に来たのではない。お前に一言言いたかった。俺が強かったら北斗宗家の嫡男としての力量が十分であったら、お前は歪まなかったはず。全ては俺の責。許せと。そんなことを言うためにお前は。また昔の幼き頃に戻って共に遊ぼうぞ。さらばだ、ケンシロウ。ケン、士官博のことは豹から聞いた。これでやっと凛も自分の願いが。凛、早く鍵を。うきゃー。お前が逃げたらあの子はどうなる。なんだよおい、食料まで。俺はケンシロウ、お前は。そいつは耳は聞こえるけど喋れねえんだ。おい、何のまでだよ。あとは彼女の心次第だ。心の叫びが言葉を誘う。喋ったリンが。ケン、私も戦う。大丈夫だ。ケン、ごめんなさい。ごめんなさい。後悔するはずはない。お願い、ケン、動いて。救えるのは前たちがこの最後の戦いを見届けるのだ。ケン、ユリアさんが生きている。ダメ、絶対に追わないって約束したでしょ。リン、でもいつかきっとケンは帰ってくる。きっと。ケン、リンを再びあんたに会わせたかった。バット、男の顔になったな。リン、ユリアからお前にと。もうすぐあなたが倒されるということでしょう。その女の言葉に嘘はない。チェックメイトだ。ケン、今戦ってはダメ。ケン、北東竜拳痴漢派。ありがとう、生き返ったよ。リンは今日まで戦いの中に生きてきた。北斗を導き救世主を生み出すために。だがもはやその必要はない。リンは自分の幸せのために生きる時が来たのだ。ケン、リンの愛に応えられるのはお前しかいない。さらばだ。ユリア。国王、お前まさか。よし。お？水を。ケン、どうした？お前は誰だ？俺を知っているのか？俺は確かにここで誰かと会っている。少年だ。少年がいた。ケン、じゃダメだ。ケン、そこで固めた頭にそんな剣が通用するか。ボラボラゲラヘロヘロのボムでなんだ今のは。なんて拳で脳が偏っちまったじゃねえか。知っていよ、僕と神拳はこの程度ではないこと。剣に記憶がよみがえった。すまぬバット、俺のためにそこまで。死なせはせぬ。お前は俺にとって弟だ。何をしてる。禁じろや。ホルゲー様には僕と真剣など通じぬ方見せてやるわ。ホルゲー、二度までは生かさず。俺一人で死んでいくのは嫌だば。お前も一緒に死ねおいね。俺は関係ない。ほら、こいつにこんな体にされて自分の手でやらなきゃ気が済まねえだけなんだからな。ダズだ、俺はお前なんか知らない。ただのコソ泥だよ、気にすんな。お前は俺にとって疫病神だ。とっとと消えてくれ。バッタ、変わらないのね、いつまでも。あなたはいつもそ知らぬ顔をして私をかばってくれた。とんだ子さんだったな。二人とも記憶が戻ってしまった。リン、もしこわれと思うなら俺のことは忘れてくれ。そしてどうかリンと二人で幸せになってくれ。分かった、約束しよう。しかし俺はおっちょこちょいだな。結局ドジ踏んじまって、ケイやデイやみんなに迷惑かけちまってな。そんなことはない。この傷もその傷も、お前の受けた傷は俺や凛のために負ったもの。お前の優しさの証だ。お前は素晴らしい男だった。思い残すことはない。マリアさん、リン、さよなら。やはりバットの死と引き換えに幸せにはなれません。私はバットのそばから離れません。一生バットのお墓のそばにいてあげたい。そうでしょ、ケン。行くがいい。俺の心はいつもお前のそばにいる。ケン、さようなら。間宮さん、バットを私の手で送らせてください。ユリア、これでいいのだろう。俺の墓標に名はいらぬ。死すならば戦いの荒野で。待て、ぶっ殺してやる。おい、待てよ。助けてくだされ、お願いです。この子だけは。ああ、邪魔するやつは潰すぞ。お前はすでに死んでいる。